ただいまより令和6年度全国高等学校総合体育大会サッカー競技男子1回戦福島県代表帝京鈴高校対埼玉県代表俊平高校の試合を行います。両チームの選手並びに審判員の入場です。拍手でお迎えください。Thank you.
14番大島レノンさんが入りました。お知らせいたします。帝京浅草高校13番宗像徹さんに代わり11番鈴木優吾さんが入りました。Thank you.
タイムは7分です。20番根津優和さんです。これにより4対0となり、昌平高校がリードしています。ご覧のように福島県代表帝京大阪高校対埼玉県代表昌平高校の試合は4対0で昌平高校が勝ちました。なお勝ちました昌平高校は1月30日火曜日 J ブリッジ第5ピッチで行われます3回戦に進出します。